え？昨日見た夢？どうしてそんなことが気になるの？それより、そうだわ。今日の古文の小テストはどうだった？じゃあ、英語のリーディングは？今日のお昼は何食べた？それより、昨日の夢の話をしろって？だって、昨日は意味がわからない夢を見ちゃったんだもの。笑わないでね。私が見たのは、スプーンに生卵を乗せて、それを割らないように走る夢なの。生卵が落ちそうで気が気じゃなかったわ。無事にゴールして、やったーって喜んだ瞬間に目が覚めたのよ。起きた後、自分で笑っちゃったわ。こんなくだらない夢でヒヤヒヤしちゃうなんて。もしかしてもうすぐミューズのステージがあるから緊張していたのかしら。夢の中でも無事にゴールできたなら、きっと私たちのステージも成功するわよね。もっと気負わずに楽しまないと。